何笑ってんですか。笑っちゃう。こんにちは、ひまひまです。かけですね。もう皆さん、はい、今日ですね。はい。何ですか。誰が伝えてると思います。企画だわり感すごいですけど、はい、今日は、はい、レイジョンさんがいます。はい。なんか用事の後に、うん、今日は撮影をしようと。そうですね。はい、あの出張でいないので、なんかいきなり連行されちゃったんですけど。いやいや、違います違います。テロじゃないです。あ、はい、そうですか。はい、はい、違う、それなんて言うんですか。はい、今日はですね、はい、原宿に来ました。お、原宿、イエイ。ということで、はい、うん、今日はあのまだマネージャーの名前決まってないので、いや、決まってないんかい。いや、決まってないです。エスさんのちょっとあれじゃん。なんか、なんだろうと思って考えながら、今日は原宿で、夜の原宿で食べ歩きをしていきたいと思います。ということで、早速行ってみましょう。レッツゴー。どこまでカメラを回すんですか、これは。スカスカ。プーさんでいいよ。はい、プーさんでいい。プーさんでいいじゃないですかね。プーさんのなんかちょっとさ、なんかちょっとさ、あれじゃん。ちょっとあれじゃん。なんとも言えないじゃん。なんとも言えないじゃん。なんとも言えないんですか。スカスカだね。え、これでスカスカ？全然スカスカだよ。へえ。やっぱね、原宿ってのはあれですもんね。いつも来てる時間帯とかってすごい混んでますもんね。はい、混んでますね。やっぱスーパースターひまちゃんだからね。ここはね、いや、あのちょっと、あ、はいはいはい、照れてる。違います、照れてるじゃなくて、ちょっと遅くて、言われると逆に、はい、ちょっとナルシーって呼ばれるじゃないですか。あ、なるほど。ちょっとやっぱ言わない方が。あ、ナルシーじゃないんですか、じゃあ。違います。あ、違うんですね。はい。あ、僕ずっとナルシーだと思ってました。嘘でしょ。あ、違いますか。違いますよ。ごめんなさい、ごめんなさい。どこ行くんですか。幸福堂です。幸福堂、はい、さっき純粋だって言ってましたけど、間違えました。あ、そうなんですね。ガッツリ間違えてます。幸福堂飲んでる方がいて、あ、幸福堂だって言われました。それ怒られるやつですね。あ、すいません。あ、可愛いあのスカート。見ます見ます。いや、大丈夫ですか。大丈夫です。な、やっぱ見ようか。見るんかい。いや、やっぱいいよ。同じようなの持ってるから。いや、明日は楽しみですね。あ、明日、はい、明日どこ行かれるんでしたっけ。夢の国。夢の国。夢の国。いいな。閉まってる。やっぱ平日だと閉まってるとこもあるから。うん、早いですね。早いですね。ずずず。チーズドッグかチーズボールか迷ってる。チーズドッグかチーズボール。はい。チーズボール食べたことないから、うん、チーズボールでもいいかなと思って。おお。あ、いちご飴食べよう。いちご飴。いちご飴食べましょう。いちご飴。いちご飴行こう。じゃあいちご飴で。いちご飴行くんですね。はい。はい。はい。来ました。お、美味しそうじゃないですか。そうですよね。ストロベリー？ストロベリー。いちご飴。いちご飴。お。はい、いただきます。すみません、ちょっと逆光でしたね。あ。美味しい。ちょっともう少し。ちょっとパリパリで。はい。いちごが甘くて、はい、美味しいです。やっぱ家とは違いますね。なるほど、いちごが甘くて美味しいと。はい。なるほど。はい。今の季節いちごはないんで、やっぱりすごい美味しいです。これは450円です。というわけで、お次はちょっとタピオカとか。チーズボールとか行ってみたいと思います。じゃあ探してみましょう。行きましょう。行きましょう。行きましょう。はい、僕にはくれないと。はい。OK。 あ、やっぱりね。そのパリパリ感もいいですよね。やっぱね。最高。まあ、イチゴ好きなんですけど。おー。あれ、ひまちゃんはクレープとか好きなんでしたっけ。あ、クレープはそんな好きじゃないですね。あ、次はセブンイレブン行かれるんですね。あ、セブンのタピオカは飲みません。あ、飲まないんですね。はい、作りのタピオカいかがですか。あ、幸福堂ですか。来ましたよ、幸福堂さん。幸福堂さんに行ってみたいと思います。言いますから、言いますから、はい、はい、せーの、レッツゴー。はい、行きましょう。トーンが低い。じゃあ入っちゃいましょうか。じゃあタピオ、あ、黒糖タピオカミルクで。え、おみくじあるんですか。いいっすね。はい、お願いしますよ。まあ、いや、あ、はい、はい、82。
ワニですね、ワニ。じゃん。幸せは自分の心が決める。幸せは自分の心が決める。あ、そうし、あれや、そうは。はい。ね、はい、あ、36か。はい。OK です。OK ですか。はい。はい、来ました。じゃじゃーん。じゃじゃーん。発表が見る。台湾だと、はい、やっぱり、あの、やっぱ台湾の中でも幸福度高めなんですよ。タピオカの中だと、はい、結構700円だから。うーん、だって本当は500円ぐらいだから。まあそうですよね。でも、まあいいんじゃない。うん、美味しいから。うん、美味しいから。はい、何をよこさんだって分かんない。出ちゃったけど、多分もう20回以上回しました今。いただきます。はい、あら美味しそう。大発見。お、なんすか。小粒。いいですね、食べやすい。じゃあ台湾でこのぐらいの小粒かと思って小粒頼んだら、うん、わーちゃん、めっちゃ美味しい。美味しいですか。甘くて、うん、壊してあるから上が、はいはい、もうなっちゃったけど、うんうんうん、はいはいはい、最近北東のタピオカ見るとめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。じゃあ次行ってみましょう。はい、はい、またくれないんかい。山さんのスマスマさんって結構あれですよね。ロングロングロングスで行きましょう。はい、なんですか。結構食べ物独り占めするタイプですよね。いや、あんまり分け与えたりとかしないで。いや、ございます、ありがとうございます。いただきます。うん、おいしい。終わりかな。終わっちゃったんじゃないですか。終わりですよね。終わりおしまいですか。もう、あ、大丈夫ですか。おはようございます。トルネードポテロ、トルネードポテロ行ってみましょう。あ、来た。うっ、これはあげますよ。あ、これはくれるんですか。ただ食べきれないだけですよね。いやだよ、だってポテト100本しか食べられないですもんね。うわ、びっくりした。ではいただきたいと思います。すごい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 。うぅ、もうすごい幸せそうだな、おい、ね、幸せそうだな。それはおい、うん、ホクホクを通り越して、はいはい、もう一回行きましょう、もう一回行きましょう。食べます。え、大丈夫です、大丈夫です。あの、もうちょいちゃんとくださいよ。ホクホク通り越してボクボクってどういうことですか。いや、エミニーさんの話です。すごいですね、でも本当ね。うわーすごい、うわーすごい、うわーすごい。はい、おいしいですか。おいしいです。ね、いただきます。はい。おいしそう。もう食べさせてって言ってもらったら、どうぞ。え、いいんですか、はい、いいんですか。あ、いいんですか、いいんですか。あ、そうそう。じゃあちょっと。乾燥しましょうね。すごい乾燥強いよ。じゃあいただきますね。はい、します。なるほど、これ、コンソメですか。はい。あ、やっぱね、その辺のコンソメ味だよみたいなのが一切伝わってなかったんで、さっきまでのひまさんのだと。なんで、あの、コンソメ味っていうのがすごいですね、伝わって美味しいですね。コンソメがもうしっかりしてる、しっかりしてるのにホクホクなのに外はカリカリ。意外と食レポがうまいって、ね、すいませんね、ガチめにうまい、ちょっとひまさんちょっとだけで欲しかったって言われますか。あ、すいません、すいません、ちょっとガチで言っちゃいましたね、今。すいません、すいません、迷ったんですよ、僕も引き出し多いんで。あ、そうですよね。ワニですね、ワニ。ワニですね、ワニ。あと何行きたいんでしたっけ。チーズボールです。あ、チーズボールか。ドラゴンボールじゃなくてチーズボール。ドラゴンボールじゃなくてチーズボール。ドラゴンボールじゃなくてチーズボール。はい、はい、めっちゃ美味しいんだけど。止まらないよね。でも胃もたれするのに後から。だからいくつですか。12です。そこもボケないよね、絶対。ここだけ言ったら今ギザ持たれるとか言ってるんだから、そういうのも、はい、あ、ボケないと。そうだよ。ちょっとやってるよね。持ってみるだけ。これもう本当にもう並みある。これが食べたい。チーズボール、うん、はい、行ってみましょう。美味しそう。でもカロリー高そう。ダメかな、もう持ち込み禁止あって。じゃあママここで、はい、じゃあ私が食べます。行ってみますか。じゃあ、はい、食べ、はい、というわけで、キワさんのチーズボール。チーズボール。はい、これ1個あげます。ドラゴンボールじゃなくてチーズボール。ドラゴンボールじゃなくてチーズボール。あ、ありがとうございます。はい、じゃあ、もう一回。
ありがとうございます、いただきます、はい、優しいじゃないですか。どうしたんですか、どういう風の吹き回しですか。え、どういう風の吹き回しですか。ちょっとすいません、わかりません。どうして会ってくれたんですか。 あれですよ、付き添ってくれてるのでありがとうございますと思って。とんでもない、優しい。勤労感謝の日なんで。あ、すごいっすね、それチーズボール。あ、動くない、めっちゃ美味しそう。絶対これグワッていくやつ、これグワッていくやつ。すげー、やばい、めっちゃ美味しいやん。すごいな、すごいな、本当にチーズ、チーズだ。あ、チーズドッグは食べたことある？チーズドッグもないですね、僕。うん、美味しそうだもん、だってもう美味しいしか言ってないですもんね。うん、なんかもっとこう、これハニーマスタードケチャップを切るんですよ。うん、それは見れば分かりますよ。なんか生地がもちもちで、あ、そう、そういうの、そういうの欲しかったの、そういうの、チーズがクリーミーでとか、チーズが伸びて、うん、それは見て分かります。なんか、うん、ちょっと食べて。そうでしょ、ポキさん。やっぱりこのチーズボールがね、はい、実にいいですよね、はい、中からチーズが溢れ出てきて、チーズの大洪水やーって感じですよね。パクリじゃないですか。パクると炎上なんだよ。いい食いっぷりだ、ひまさん、ほんと食べますよね、はい、今、運動してきたんで。あ、えらい、ね、やっぱね、買ったものはちゃんと食べましょうとね。すごく美味しかったです。はい、このチーズボール食べてみてください。このチーズボール本当に一番美味しかったもの、はい、ランキング。おランキングじゃなくて、いや1位だから。いや1位だけ、うん、1位だけなんですか。じゃあ3位言いましょう。はい、結局1位だけじゃないんかい。3位が、はい、タピオカ。おお、タピオカ3位。2位が何だと思います。2位はやっぱね、チーズボール。ブーブー。言う前からさ、腕交差してましたよ今。なんすか。トルネードポテトです。ああ、トルネードポテトか。久々に食べたら美味しかった。美味しかった。はい。1位はなんでしょう。1位はだからもう残ってるのあと一つじゃないですか。チーズボール。ドラゴンボールじゃなくてチーズボール。ドラゴンボールじゃなくてチーズボール。ブブー。いちご飴。チーズボールは。忘れましたよね。いや、忘れました。一番最初に食べてましたね、そういえば。いちご飴ね。美味しかった。ああ。やっぱチーズボールはその3位に入ってこなかったと。はい。その他の3位が強すぎた。はい。美味しすぎたんですね。それです。それだ、はい、でも結構お腹いっぱいになったんじゃない。そのおかげでチーズボールも食べれましたしね。はい、そうですね。この尺は何分なんでしょうか。この尺はまあでももう今多分10分ぐらいは取れたかなって感じです。それだろ、取れますよね。うん、でも編集したらどれぐらいになるかな。9分ぐらい。じゃあ取れ高いいってことでいいですか。はい、よかったです。もう原宿駅です。あ、もう竹下通りも終わりやで。だいたい渋滞時間は1時間ぐらいですね、はい、そうですね。あ、もっといた。あ、でもそれぐらいじゃないですか。そうですよね、はい、やっぱね、上から撮ってもらうと小顔に効果になるので。わかりました。マジでやめてください。振りじゃなかったんですね、今の。違いますよ、今の振りだと思いました。完全に完全に振りだと思いましたよ。下から撮ってくれって言ってんのかと思います。違いますよ。ではここで最後のエンディングを撮りましょう。はい、また。はい、どうぞ。はい、というわけで食べ終わりました。食べ終わりました。お腹いっぱいでしたね、はい、ありがとうございました。本当にとんでもないですよ。あだ名、皆さん S さんからあのあだ名をつけれたらつけてください。はい、つけてください。つけてください。違う、今度までに S さんのあだ名を教えます。はい、決めといてください。はい、いいあだ名にしますね。そうですね。はい、というわけで今回は夜の原宿に来たんですが、8時で結構シャッターが閉まっちゃうので、うん、前に来てください、うん、もし考えがよかったらぜひネタのコメント、高評価よろしくお願いします。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。あ、またあのマネージャーの人も動画撮るのでぜひ楽しみにしてね。バイバイ。